環境反射マッピングの例。中央のオブジェクトに周囲が映り込んでいる。環境マッピングとは、3次元コンピュータグラフィックスにおけるテクスチャマッピングの手法の一つで、3次元形状の表面に疑似的な周囲環境の映り込みを再現する手法である。レートレーシング法を使わずとも、ローカルイルミネーション計算のみで疑似的な鏡面反射や金属光沢。 屈折表現ができる点が特徴である。主に環境マッピングには反射マッピングと屈折マッピングがあるが、単に環境マッピングといった場合、多くの場面で反射マッピングのことを指す。なお、この項で言及する反射マッピングとは、反射率のテクスチャマッピングとは異なることに留意されたい。環境マッピングは1 9七十年代にジム・ブリンとマーティン・ニューウェルによって考案された。 正確に周囲環境の映り込みを再現するには、レートレーシング法によって反射を描写するのが理想であるが、レートレーシング法は画素ごとの膨大な追跡計算が求められる。また三次元形状で再現された周囲環境ではなく、実写映像など別途制作された周囲環境の映り込みが求められる場合もある。そこでより簡易な手法として形状に映り込むであろう。 周囲環境の画像をあらかじめ用意し、形状に対してあたかも映り込んでいるかのようにテクスチャマッピングするのが環境マッピングである。通常、環境マップは単一視点からの1枚しか用意されないので、映り込む風景は正確ではなく、疑似的なものとなる。キューブマップを用いた反射マッピングの概念図。反射マッピングは形状表面の法線ベクトルを軸にして、 視線ベクトルの反射ベクトルを算出し、これと対応する環境マップのテクセルを当該表面にマッピングすることで疑似的な映り込みを再現する。屈折マッピングは反射ベクトルの代わりに別途指定された屈折率に応じて屈折ベクトルを算出するほかは反射マッピングと同じであるが多くの場合、当該表面の1回分しか屈折計算しないため、 一層技似的な表現になる。これらは UV マッピングでの UV 座標をレンダリングごとに変動させることにおよそ相当するため、一般的な UV マッピング対応のレンダリングエンジンを流用して実装できる。現在普及しているほとんどのパーソナルコンピュータやゲーム機の GPU では、プログラマブルシェーダーがサポートされているため、リアルタイムの動的、テクスチャマッピングが可能であり、 同様の手法でリアルタイムの環境マッピングを再現できる。環境マッピングはダイレクト 3D6.0 やオバングルといった 3DCG API でも固定機能としてサポートされている。家庭用テレビゲーム機では第5世代ゲーム機頃から対応が始まり、疑似的ではあるが1997年発売のグランツーリスモなどで先行的な実装例が見られる。 環境マップは全周囲の風景を二次元の画像に収めるため特殊な三次元ベクトル二次元テクセルの対応を持つ。主な環境マップの形式には次のようなものがある。上、キューブマップの例。左下、黒点位置に視点。右下、仮想の立方体。ありがとうございます。